はい、どうも皆さんこんにちは、ひたまゆです。超フェス来ましたねと、2周年セカンドアニバーサリーおめでとうということで、今回は新キャラが一気に3体が来ると。でガチャポイントが2倍、あれ300になってる。あれ今回ガチャポイント300で1回のチケットで、これガチャポイント300と、これどういうこと、ちょっとよくわからないな。ガチャポイント2倍っていうのがちょっとどういう計算なんだ。残り4回で300ポイントになってるから、まあこれをいっぱい引けばってことで、これ以外のガチャだとガチャポイントはたまりにくいですよと。なるほど、そういうことで、まあガチャポイントが、まあ1体目がまあ金右衛門1体確定、川松尾は菊之丞。なるほどね、2回引けるんだ。で2回目が金右衛門、めっちゃ金右衛門がめちゃめちゃもらえるってことか、これ。あ、なるほどね。で菊之丞と川松、ちょっと性能見ていこうか。まずは、はい、ということでね、まあ今回は新キャラ3体来たということで、ちょっと通信が重くなったんで一旦ね、まあ却下しましたと。まあということで見ていきましょうか。まずはもう超今回の大目玉、まあおでん様ですよね。いや、おでん様はやっぱり超フェスの枠なんでね、やってみましょうか。キャラ特性、自分がお宝出して自分がいるお宝エリアに敵がいるとき KO されるダメージを受けても残り HP1 で耐え続ける、耐え続ける。で、自分がお宝出して自分がいるお宝エリアに敵がいるとき、よろけずダウンしなく、どういうこと？待って、わかんない。自分がいるお宝エリアに敵がいるとき、よろけずダウンしなくなる。お宝エリア外からってことかな。で、自分がお宝出してる敵、敵から付与する、される状態以上無効化？で、体力 70% で、出し速度 50% 増加？で、自分がお宝出してした時、体力が 30% 回復？かつ、スキル1、ガンモドキが 20% 短縮？で、スキル1を使った時、秒加速が 10% 増加？敵チームお宝、ちょっと待って、これ、腹立つわ、疲れてきた。敵チームお宝に入れてくる貢献者、当たるダメージが 30% かつ。おい、待って、これやばい、ゲッター来たじゃん、もう。特性がやばいもん。で、自チームの味方が KO された時20秒間超える 30% 増加？かつ、スキル2のクールタイムを 15% 短縮。で、体力が 70% ゲー強すぎる、特性がもうすでに強すぎるって。まあスキルが分かんないんですけどね。はい、おでん二刀流ガンモドキということで、遠距離に突進しダメージを当てて、でさらに範囲内に自身を含む味方の移動速度が増加するエリアを発生する。なるほどなるほど。で KO されると達成一定期間経過が、うん、なるほどね、なるほどなるほど、スキル発動、なるほど。はい、こっちオッケー。スキル2、桃源突火。スキル、なるほど、クールタイム38。気絶状態を付与する。さらに遠距離に敵の名前を、これちょっと使ってみないとわかんないですね、スキルに関しては。で、超回復ブーストだ！ゲッターで超回復ブーストだ！やばい、超回復ブースト。待って、これやばくね？これちょっと強すぎる説あるぞ。どういうこと？お宝を脱出中、自分がいるお宝に敵がいるときは、どういうこと？遠距離から倒せってこと？おでんは。おでんを遠距離から倒せばいいってことかな。ちょ、俺いまいちわからない、このおでんがよくわからない。ダウンもしないって書いてあったよね。ちょっと待って、ダウンもしないって書いてあったよね。ちょっともう一回見るね。ちょっとごめんね、通信重くて。ちょっと僕のね、回線がちょっと、ダウンもしないって書いてあったよね。ダウンしなくなる、よろけず。よくわからなすぎるんですけど。しかも脱出速度ついてるしさ、しかも 30% 回復で、さらに超回復ブースト、強すぎないか。はい、次は菊之丞、菊ですね、お菊さんということでね、もう菊お菊好きなんですよね。失礼いたします。いいね、スキル組んでないもん。これなんか出が早いみたいなスキルですね。もうちょっとおでんがさ、強すぎて、残り60秒ぐらいの時、自分の鬼の、おー、いいね、自分が面つけた時、スキル1のクールタイム短縮速度が 100%、 2分の1ってことですね。これが11秒で溜まると、残り1分になると。でかつスキル2も、スキル2も両方ともスキルがどんどん打ってしまう。両方とも22秒、10秒って結構すごいな。で、敵チームが、これはまあまあ普通ですね。うん、攻撃力が。まあこれは残り3、6、1分以内だったらね、うん、あれって感じっすね。うん、1分以内だったら、1分以外だったらそんな強くないのかなと思いますね。まあ強いとは思うけど、火力はバカ高いよ、残り1分になったら。まあでも1分ね、まあわかんない。スキルの出の速さを見ないとわかんない。はい、次、川松。こんな、すごいでかいな、こうやって見ると。で、敵から付与される状態以上、効果時間 80% 短縮。おい、ビッグマムキラーか？敵から状態以上、10秒間よろけが、攻撃力 30% ぞ。かつ自分に、なるほどね。ビッグマムキラーじゃん。で、お宝屋に敵を撃って防御力が出ない。なるほど。スキル1のクルタイム短縮、スキル2で攻撃して、うん。結構いいディフェンダーじゃないですか。ちょっとさ、今回新キャラ多すぎて整理ができないんですよ。ちょっとごめんなさい。ちょっとね、今日はゆっくり、まあ、動画解説できたらなと思います。まあ、とりあえずね、神ガチャ引いていきますか。ちょっとね、まず20連ガチャで、ちょっと、とりあえずこれ引いてみようか。これな、ガチャ演出変わったみたいなのを見まして、僕。はい、ということでちょっと見てみましょうか。頼むよ、神引きよろしくお願いしますよ。まあ無料なんでね、ここは全然、無料なんでね、ここは全然ね、そのまあ僕は全然大丈夫ですよと。
よっしゃ、行くぞ。これ字の色とか関係してそうじゃない？あ、最後赤で赤ハットだよ。なんかありそう、なんかあるんじゃない、こういうのって。よし、パチンコの演出みたいな感じになってる。引け。でもこれ一人だから良くない気がするな。おー、はい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 、おー、はいはい、ここら辺はね、前と似た感じね。あ、でもなんかすごい画質が綺麗ですね、5体目。おーおー、オッケーオッケー、こんな感じね。わ、いいじゃん、ガチャ演出。なんか、おー、バウンドマン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 、すごい、トニトニチョッパーン、バウンドマン、めっちゃバウンドマン、バウンドマン、みんなバウンドマン、マンボールかい。いや、ちょ、これおもろいな、バウンドマン、バウンドマンってなるわ。え、ちょっと待って、これちょっとおもろいっすね、ガチャ演出新しいの。まあ、とりあえずどんどん引いていきますか。え、とりあえずこれがね、これが2回僕がチケット引いたんで、まあ、とりあえずこれでおでんがね、1体までは確定できるんで、これ最後、最後の確定枠がおでん 10% で金エモが 50% と。あー、川松とかは出ないんだ。お菊さんも出ないですね。あ、出る出る出る。あ、最後の確定枠が金エモめっちゃ出るやん、これ。確定枠は、最後の確定枠が、まあ、あれが出ないらしいですね。うん。その川松、普通のところだったら出るけど、確定枠のところだったら出ないと。そういうことですね。はい、行きましょう。よっしゃ、そうだ、ガチャ演出変わったんだ。うわ、なんか金文字、え、なんか金文字、うわ、あ、最後後ろ、うわ、あ、誰もいない、え、これいいのかな、ちょっとわからないな、激アツ演出がわからなすぎるな、これ一気に。あ、でも金文字だよ、金文字、どう。あ、1体目、何体目か書いてほしいな。でも2体目、3体目でもバウンドマンとかいるからバウンドマンに、今指で数えてます、大丈夫です、はい、オッケーオッケー、7体目。ちょ、バウンドマンになれ、バウンドマンになれよ、バウンドマン、スネークマンとかもあんのかな、バウンドマンになれよ、おい、バウンドマンになれよ、バウンドマン、なんないの、バウンドマン、ね、なんでさっきあんな無料で神引きしちゃったのかな、神引きではないんだけど、ね、ちょっとちょっとちょっと、14体目、15体目、16体目、ちょっとバウンドマン、ちょっと、最後確定のみ、チケットで、18、19体目、次ラストですね、これゲッターマークしたら勝ちっす。うわ、ゲッター、おでん、なんでだよー、なんでだよー、どうしてだよー、くっそー、オーマイグッネス、あー、ちょっと待って、これ渋いな。まあ、これでまず金エモンか、金エモン確定して、もう一つが川松か菊之丞ってことですね。よっしゃ、ちょっともうガチャ演出いいわ、ちょっとスキップしようかな、長くなりそうですからね今日。あ、バウンドマン、これはとりあえず金エモンと確定なんですよね、はい。あ、俺違うわ、川松と。で、こっちが金エモンか。あー、なるほどね。オッケーオッケー、そういうことね。ありがとうございます、川松さん。川松さんもね、楽しそうで。でもね、菊之丞も楽しそう。お菊さんね、なんか俺、ハクみたいな、そういう美男子が好きなんすよね。ちょっとそういうことじゃなくて。ちょっと待って、おでんが当たんない。おでん様、来てください。どうか、おでん様。ちょっと今日、テンポ悪いっすね、ちょっと。さあ、行こう。いやー、フランキー、ゾロ、なんかこれ、人によっても変わんのかな。おい、金文字、熱そう。なんか、おい、金ホト、これ2体確定とか演出ある？あるんじゃない？2体か、演出とか。いけ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 、おい、金ハト、あー、でもここちょっと渋いな、さっきと比べて。1体目、うわー、ちょっとなー、ちょっとなー、ゲッターサンジくんか。まあ最近サンジくん育ててたんでよかったっすけど、まあコーラじゃないだけいいか。うん、7体目、でも金エモンが来られても別にそこまで嬉しくもないから。8体目、9体目、いやー、ちょっと待って、渋いぞ。11、待って待って待って、確定以外で来ないな今日。あ、バウンドマン、あ、朝か、13、菊之丞、14体目まあ和の国だからちょっとなんか、まあ、おい、バウンドマン、16体目、菊之丞、お菊、これはいい、ことごとく、ことごとく、18体目、19体目、はい、次ラスト、ゲッターマン来い、うわー、ディフェンダーだ、スネークモン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 、うわー、金エモン、金エモン、金エモン、え、金エモン、金エモンすごいくれるねはい、ということでね、まあ続き引いていきたいと思いますと、まあとりあえずこれで3個のやつを引いていって、で、あとね、ポイント報酬1回そのガチャ引けるぐらいまで引けたらなって思います。これとりあえず3個だからこれ確定じゃない気がするけど、まあとりあえず誰かしらはいるんだね、誰かしら裏にいて、まあそのキャラによってなんかガチャ演出とかありそうだけど、まあそこら辺難しいっすね。ちょっとスキップしよう。オッケーオッケー、ちょっとルフィ君、ちょっと待って待って待って、ガチャガチャガチャ、ちょっとさ、超なんかおでんがぶっ壊れすぎる予感がして、なんかすごい、なんか今日疲れますね。とりあえずこれでおでんが一体手に入ると、まあこれで残り1回のポイント報酬まで引けたらなとは思うんですけど、まあこれでおでん様が、手も足も出せねえぞ、
おでんにソロ。ありがとう、超ベス。おでんにソロ。これね、結構優しいんだよね。俺カイドウとかさ、200連引いてもさ、普通のフェスゲンなのに一回も当たんなかった時あったから、まあとりあえずこちらをどんどん引いていこうかなと思います。よろしくお願いします。ちょっとね、動画の時間が長くなってきたんで、ちょっとね、もうカットしながら、もうスキップしながらいきたいと思います。よろしくお願いします。おー、金エモン。いや、金エモンか。いや、違う、金エモンいいんだよ。もう100レベなんだよ、次のポイント報酬で。いや、すごい金エモンくれるな、今回。いやー、前回金エモン当たったルフィ&ローより金エモンのが嬉しいとか言ってたからさ、俺の中で。いやー、だからね、ちょっと金エモン来るんかって感じっすね。あ、はい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 。もう今日はテンポよくいきます。すいません、どんどんね、ガチャ後半はテンポよくいきたいと思います。すいません、ちょっと前半ね、ぐだってしまって。まあとりあえず、え、誰もいないってことあんだ。あ、一応誰もいないってことは、じゃあ外れじゃね、これ。いや、やばいぞ。ちょっと確率上げて、行こう行こう。ちょっとおでん1体だけやってよ。うん、1体だけ。そしたらさ、かけらで80にできるから、そこで行こう。お、金文字。はい、1体確定。よし。おお、あー、川松か。ルフィ&ローに見えた。あ、川松じゃねえよ、お菊の城。ありがとうございます、お菊さん。ありがとうございます。いいですね。さあ行きましょうか、次。さあ、オッケー、行こう。はい。ああ、お菊さんと川松が当たってる。いやー、その勢いで流れいいよ、流れいいよ。さあ、ここで一気におでん様が来ていいんだよ。おでん様、おでん様、おでん様。ちょ、ガチャのテンポはでも前より悪いっすね。これでも一体確定っぽいな。ちげんかい。赤文字だからとは、ちょっと演出弱いんだね、赤文字は。うん、なるほどね。赤文字はちょっと演出弱いと。オッケーオッケー。今学んだこと大事だよ。あ、でも誰もいない。うわあ、金エモン当たりすぎー。金エモンそんないらない。いや、ありがとうございます、お菊さん。いや、ちょっとめっちゃ当たるな、今回のフェス。え、結構俺当たってる方だよな、川松とお菊さんに関しては。いや、ありがとうございます。いや、ガチャ上いんだけど、ちょっと金エモン多すぎない。お、いきなりお菊さんなんじゃない、いきなり。闇、お菊さん、お菊さんめちゃめちゃ当たるやん。そんな当たる。ちょっと俺お菊さん好きになって、確かにハクみたいなキャラ、お菊さんみたいなキャラ大好きだから、ちょっと全然ウェルカムですよ。よっしゃ、いくぞ。これちょっと演出弱そうっすね。ね、なんか演出が多いから、逆に演出来なかったら逆にちょっとダメって感じありますね。前回演出少なかったから、あの演出が良かったみたいな感じはあったんだけど。さあ来い。いや、誰もいないっていう時点で結構ね、弱いよね。うん、弱いんだよね。うん、今回演出重視っすね。演出な、ノー演出で当たるのかな、ガチャで。ちょっと一人も裏に誰もいなかったら結構渋い。ああ、これはちょっと熱いって感じなのかな。で、赤文字だからちょっと熱いみたいな。あ、おでん様、おでん様、ありがとう、ありがとう、ありがとう。これで80レベルにあなた様を。今日は生配信。え、ちょっと待って、え、今日結構俺、あ、ガチャ運いいな。いや、やった、これ今日低評価か。てか、でもガチャのね、そのスピード的にはよろしくない。あ、ちょっとね、やっぱり誰もいないと当たらない説高いな、俺の中で。まあ、なんか、うん、前回は演出なくても全然当たったんだけど、今回に関してはね、演出がやっぱすごい大事。うん、マジで大事。これも多分当たんないよ。ありがとうございます、ありがとうございます。ありがとうございます。でもね、やっぱりね、おでん様は多分めちゃめちゃ強いとは思うけど、まあやっぱりね、その超フェスって第2弾が来るかもしんないから、これ弱いね多分。お、川松ありがとう。ちょっと待って、俺結構神引きだぞ今回。150連でだってこんなに当たるってあるかな。しかもおでん様もかけら200個だけでもう80だしね。え、待って、今日暑いな。あ、これ多分当たんないっすね。ね、やっぱり誰もいないとほとんど当たってないね。いや、今日はありがとうございますって感じっすね。で、これで、うわ、大きく当たってほしいな。来い。来い。大きくね。大きく。いや、でも、川松もいいな。いや、大きく。うん。どっちでもいい。うん、結論どっちでもいい。あー、オッケーオッケー。いや、金エモンこんないらないな。まあ、ありがとうございますと。まあ、結論ね。まあ、僕に、なったのは、まあ、おでん様を今からクリスタルのかけらで星5にして、さらにですね、なんだっけ、その川松とお菊もね、85レベルになったということで、普通に神引きだと思いますね、僕の中では。はい、結構な、
神引きですねということで、まあ、これから初見プレイ動画とか潜っていきたいと思います。じゃあこれでね、まあ、1本目は終わりたいと思います。バイバイ。